はい、熊本植木むくな豆の畑に来ました。今日も猛暑の中、先月からこんなにやっと花が咲き始めました。この花がつかないと実ができないですよね、社長。もうやっと花ができてきて、この1週間前ぐらいまでまだ咲いてなかった。よかったよかった。もう、まあ、咲くかなと心配してましたけど。なんとかですね。熊本産むくな豆、ここはもう L ドーパミンが一番多い場所です。このむくなの粉を飲むと体が元気になり、男性の人はむくむくむくにもなるし、女性の人は更年期的な症状もいろいろと改善されます。あと特に今医療の中ではパーキンソン病、手足の震え、そういったところにかなり注目されています。あとペットで言えば老犬になってくると後ろ足が弱ったり、くる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 と認知が入るようなワンちゃんも良くなると獣医さんが言ってます。日本産むくな豆は熊本産がナンバーワンです。今までいろんな生薬を扱ってきた当社でありますが、今後このむくな豆っていう植物はかなり注目されてきますので見ててください。これうまくできてますよ。それが早い方です。ああ、大きい方これくらいになる。いい感じですね。今年も収穫楽しみですね。楽しみしてます。Thank you.